はい、お電話ありがとうございます。ジャンクショップ平凡です。ちょっと、はい、そちらのお店でオールメイト用の S2 型カスタムパーツって扱ってますか？はい、扱ってます。在庫もございますが。あ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。ご注文でしょうか？あ、いえ、その…はい、突然こんなこと言うのもどうかと思うんですけど。はい、もしよかったら、今日お店が終わった後にでも会えたりしませんかね？ああ、あ、いや、その…なんていうか、ほら、声がね、あなたの声、なんていうか、ずいぶんいい声してるな、なんて思っちゃったりして。いえいえ、そんな、まさかとんでもない、大変恐縮です。あ、ところでお客様、一つ思い出したことがありまして、よろしいですか？実はですね、先ほど S2 型カスタムパーツのお話をされてましたが、今度そのシリーズの新しいタイプを先行で入荷するんですよ。はあ、それでですね、ただいまお得意様だけに特別にご紹介するという形で予約を受けたまわっているんですが、いかがでしょう？おそらく人気商品なのですぐに売り切れてしまうと思うのですが、今予約していただければ確実にご購入いただけるかと。でももちろんこれはお得意様限定の特別なご案内ですので、ご予約いただければサービスいたしますよ。はい、サービスです。あ、じゃあぜひそれ予約します。かしこまりました、ありがとうございます。それでは今からお客様の個人データをお送りください。はい、ありがとうございました。確かにご予約を受けたまわりました。それでは今後とも当店をどうぞごひいきに。どうも。店長はそろそろかな。
うん、寝るか。どれどれ。囚われの姫？好きあり。好きだらけだな。ダサいのよあんた。悪ガキ。お前らな。ここは遊び場じゃねえって何度も言ってるだろう。学習能力ないのかお前ら。あー、オーバがエッチなメール見てる。え？リロバカ。エッチなメール、エッチなメール。青葉変態だ、変態。大人の男ってケツね。ちげえよ、それはヤバい物の売買をするメールなんだよ。だってこの店モグリだからな。モグリー、モグリー。やっぱりダサいわこの店。ん？よし、変態で不潔でモグリの青葉は逮捕だな。そうね。はい、はお前ら、いい加減どけ。ねえねえ、あの棚の上にあるの何に使うのかな。きっと誰かを倒すための道具なんだぜ。怖い、男って野蛮ね。お前らなって、げっ。もう最悪じゃねえか。今日の届け先はちょっと遠かったな。ハードさん、遅くなりました、青葉くん。いや、君たち、こんにちは。来てたんですね。いいよ、
あれ取ってよ。ちょっと待ってろ。よっ、うん、おりゃ。器用ったら意外と小さいのね。なんだと？こら君たち、店の中で遊んだら危ないよ。怪我をしてしまうからね。君たち。もううるさいな。うるさいハゲ。あ。そこで遊んでいらっしゃる子供の皆さん。今、なんとおっしゃいました。さあ、もう一回言ってみてください。最初の言葉は、は？ですか一体。歯がどうしたんです。歯が。ああ、そうだ店長、そうだそうだ、聞いてくださいよ。A パーツの S シリーズの注文が最近また増えてきたんですよ。はい、いやー、さすがですね。やっぱり店長の読み通りでしたね。前月より売り上げ 50% 増しですよ。そうですか。そうです、増量です。売り上げ倍増です。売り上げ倍増、それはそれは良かったです。そんなに売れてるということでしたら、もう少しストックを厚くしておきましょうかね。いやー、本当に全く困った子供たちですね。ですね。やんちゃすぎるところさえなければ可愛い子たちなんですけど。ですよね。そうだ、青葉くん。申し訳ないんですけど、この荷物を発送してきてもらえませんか。今日はそのまま上がって構いませんので。いいんですか。ええ、実はですね、これから急にお客さんが来ることになったんです。だから今日はお店も早めに閉めようと思って。そういうことなら了解っす。それじゃ行ってきます。
あと、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。気をつけてね。レン、起きろ。アオバ、運び屋まで行きたいんだけど、一番早いルート検索してくれ。了解。東の241通りは検問のために封鎖。バスは点検のために運休。北のターミナルを迂回した方が早い。そっか、サンキュー。よっしゃ、それじゃ行きますか。There's no
青葉。どうした？考えすぎだ。思考回路がショートするぞ。マジか？つか、どんだけ貧弱な思考回路なんだよ、俺。比較対象をごく一般的な成人男性として、その思考回路の強度を仮に100とすると、青葉の思考回路の強度は。いい、そういうのはいいから。その説明で余計にショートする。そうか。青葉、近道をするなら次の道を右だ。あっぶね、通り過ぎるとこだった。でさ、本当にあったらしいんだよ。こう、いきなり頭の中を乗っ取られるっつーの。なんだそりゃ、強制ライム参加かよ。そうそう、まさしくそれだよ。道端でいきなりライム仕掛けられて、しかも相手がすっげー強いんだって。でもそれって、薄いがいない状態ってことだろ。なのにライムとかできんの。それができるらしいんだよな。よくわかんねえけど。つか、準備も何もしてねえのに戦うとか無理じゃね？拒否れねえの？問答無用らしい。とにかく強制的に引っ張られてボコられるってんで、まさしく辻斬りだよ。やべえなそれ。図体の割に大したことねえな。せっかく彼女の前だってのに台無しじゃねえか。
あの本当にすみませんでした。私もコウジャクさんに髪を結ってもらいたいって彼にわがままを言ってしまって、それで生意気なのよ。そうよ、部をわきまえなさいよね。お嬢さん、そう思ってくれるのは神結冥利に尽きるぜ。けどな、みんな俺の大事なお客さんなんだ。順番はちゃんと守ってもらわねえとな。はい。彼氏もちっと強引だったが、あんたを思ってのことだ。あんまり責めてやるなよ。また日改めて来てくれ。そん時は歓迎するからよ。はい。ちょっと、いつまでそこにいんのよ。どいてよ。あの、コウジャクさん、汗かいたでしょ。これ、さっき買ったばかりのハンカチなんですけど、もしよかったら、使ってください。いや、そりゃ悪いだろう。気に入って買ったんだろう。自分で使いな。いいです、コウジャクさんに使っていただけるなら、きっとこのハンカチも本望です。本望ね。そこまで言われて断ったんじゃ男がスタルってもんだ。そんじゃありがたく使わせてもらうぜ。ありがとな。さっさと行くか。アオバ。おい、待てって。
ジャック。アオバ、やっぱりアオバじゃねえか。ああ。なんだよ水くせえな。いたんなら声かけろって。ああまあ仕事中に通りかかっただけだし。仕事中？配達か。つか、お前も仕事中だろ？なんか騒ぎになってたけど。ああ、こいつが列を無視しようとしたからよ。ちょいと軽くな。お前いい加減にしとかないと、そのうち刺されるぞ。刺される？誰に？見りゃわかるでしょうが。あー、まあ大丈夫だろう。つか、俺がそう簡単に刺されるように見えるか？とにかく女遊びはほどほどにしとけよ。陰で泣いてる女がどんだけいるんだか。んなこと言ってもな、しょうがねえだろう。スエゼン食わぬは男の恥だし、女はこの世の宝だし。女は綺麗で可愛い。だからみんなに優しくしてやりたいんだよ。大好き。まあそれはそれでいいんじゃないですかね。じゃ俺もう行くわ。光沢さん、早く。ちょっと、次は私が言ってもらう番なんだから。
ああそうだ、また近々お前んとこ行くから、タエさんによろしく。へいへい。いらっしゃいませ。あら、青葉ちゃん、毎度お疲れ様です。これ、お願いします。はいはい、預かるわよ。それじゃ、失礼します。青葉ちゃん、この後はお店へ戻るの？いや、今日は帰ります。店長が店早く閉めるから、これ終わったら帰っていいって。あら、そうなの、いいわね。だって今夜はダンナラの最終回じゃない？リアルタイムで見られるじゃないの。ダン？何ですか？やったん、もこの間教えてあげたばっかりじゃない。あ、そうでしたっけ。何でしたっけ。ドラマよ、ドラマ。チークダンスでさようならよ。今日でついにどちらをパートナーに選ぶか決まるのよ。私は断然カイザー松岡がいいと思うの。あの爽やかな笑顔にちょっぴりの薄っ気がたまらないのよね。はあ。じゃあ俺そろそろ。そういえばね、アバちゃん、聞いた？ほら、あの話よ、あの話。もしかしたら知ってるかもしれないんだけど。ほら、北の氷河谷にあるじゃない、あの治安が悪い地区。もともといい噂のないところだけど、最近特に物騒な噂を聞くのよ。はあ。あの辺にね、超極悪非道な死刑囚がリーダーをやってるチームがいるらしいのよ。ああ、スクラッチでしたっけ。なんかヤバい連中が最近よく出没するみたいですね。そうそう、刑務所の囚人たちで作られたチームらしいじゃない。確かちょっと前にもあの辺で誰か誘拐されたとか、建物が壊されたとか、そんな話があったでしょ。怖いわよね。夜道なんて落ち落ち一人で歩けないわよ。警察なんて全然頼りにならないしね。それどころか警察だって私たち何するかわからないし、ほんと生きにくい世の中よね。あー、やだやだ、私も早く帰りたいわ。ねえ、
しカエルに襲われちゃったりしたらどうしよう。え、大丈夫じゃないですかね。なになに、なに、アオバちゃんひどい。私の一体何が大丈夫だって言うのよ。あ、じゃあ俺はこの辺で。お疲れした。ちょっと、え、あの青いのはどうしたのかしら。あら、プララちゃん、レンちゃんに会いたいの。そうよね、クララちゃんとレンちゃん仲良しだものね。ああ、今日は会いにくい。家にそのカバンに入っているんでしょ。私に挨拶もしないで帰るつもり。どうした？レン、クララちゃんにご挨拶。どうしたの？まだ眠っているのかしら。ごきげんよう、クララ。ごきげんよう、レン。ほんとに、クララちゃんとレンちゃんは仲良しね。それじゃあ挨拶も終わったし、今度こそこの辺で。待ってね、悪いわね、帰るところ。ねえ、お疲れ。避けて通れないのであれば仕方ない。青葉こそ大丈夫か。うん、なんとか。さあ、帰るか。これブレインナッツのジャケットじゃん。なあ、このデザインって今プレミアついてるやつじゃね。やべえ、俺これすげえ欲しいんすけど。
なあ、お兄さん。駅前の店で売ってるよ。ちょっと待てって。お前なんだよその態度。俺は今ここでこれが欲しいって言ってんだよ。聞こえた？つかさ、俺らバグボムなんだけどさ、知ってるよねバグボムで。何舐めてんの？出せ。ああ、おい今なんつった？出せっつったんだよ。ああ、おめえどこのチームよ？入ってねえし。はあ、まさかのノーマーク？マジか。ありえねえ。へえ、ノーマークってことはやっちゃっていいんだ。余裕っしょ。お兄さんさ、ちょっと一緒にあっち行こうよな。その辺にしとけよ。ああ、こいつに絡むと顎砕かれるぞ。はあ、なに、お前誰？あ、おい、やばいよ。何がだよ。こいつ、ドライジュースのヘッドの水木だ。は？ドライジュース？こいつの必殺技知ってるか？キツネのかかと落としっつーの。一発食らうと顎砕かれるぜ。ドライジュースなら最初からそう言えよ。行こうぜ。だっせーな、おい。逃げるくらいなら最初から喧嘩売るなっつーの。よ、久しぶりだな、青葉。みずき！キツネのかかと落としってなんだよ。お前の足技の話だよ。名前はさっき適当につけたけど、でも顎砕いたことあるのは間違ってないだろ。何年前の話だよ。俺は今でもよく覚えてるけどな。つかお前がこの時間にこの辺にいるって珍しいな。はあ、まあな。ようやく来る気になったか、ドライジュースに。
まさか、そういうの嫌だっつってるだろ。チームも入ってみりゃ意外といいもんだぜ。とにかく面倒いの嫌なの俺は。知ってるよ。でも最近はうちも結構微妙なんだよな。微妙？そうか。お前んとこ相変わらず最強だろ。あれだよ、ライムのせいだ。ライム？うちのメンバーもちょろちょろ流れてんだよ。ライムなんて頭脳戦っていや聞こえいいけど、所詮はただの妄想ゲームだろ。まったく、どこがいいんだかわけわかんねえよ。妄想で縄張り守れるかっつうの。まあ、確かにな。それから神隠しだ。神隠し？聞いたことあるだろう。昔リブのチームが丸ごと全員行方不明になったって話。まあ、あるけど、でもあれって都市伝説みたいなもんだろ。しかも10年くらい前の噂だし。どういう理由かは分かんねえんだが、最近ぱったり見かけなくなったチームがいるんだよな。ヘマでもしてヤクザに締められたとかじゃねえの？それが消えたチームのメンバーが数日経ってからフラッと帰ってくるってのが起きてな。でもそいつ何も覚えてなかったらしい。自分のことも忘れてて、まるで脳が壊れちまってるような感じだったらしいぜ。でも神隠しって確か犯人はあのモルヒネだってオチじゃなかったか。モルヒネ自体が都市伝説みたいなもんだし。ま、そうなんだけどな。犯人がモルヒネじゃないとなると、もしかしたらライムやってる奴らの仕業じゃねえかとか考えたりもしたんだけどな。そりゃちょっと話がぶっ飛びすぎだろ。本気で言ってるわけじゃないぜ。ただ最近奴ら調子に乗ってきてるからな。だからって神隠しまでやって、しかも人の頭をおかしくするとか、どんなことできんのか。そこまでやれるんなら何かしらの騒ぎになってるだろう。いや、分かってるって。だから俺も本気で言ってるわけじゃない。ライムか。なんか気分悪いな。そろそろ行くわ。また今度店に顔出せよ。なあ。んじゃな。どうした？なんでもねえよ。行くか。
え、うわ、ニューカマーが連勝記録を止めるのか、それとも、さあプレイヤーの方は準備が完了したようだ。ルート44の方ももうそろそろ OK か。両者とも準備完了。それじゃあ早速始めようか。ゲームスタート。アオバ、大丈夫か？ああ、大丈夫。でも、そろそろ行くか。そうした方がいい。こんばんは。やっほー。どうしたんですか？気分でも悪くなりました？人酔いでもした？ウィルス&トリープ。お前らなあ、まあそんなとこかな。アオバ、気分はどうだ？まあまあ、大丈夫。こんなところでどうしたんです？ライムなんて珍しい。いや、どうってこともねえんだけど。もしかして、興味湧いちゃいました？全然そういうんじゃねえよ。ぼんやりして巻き込まれたんじゃねえの？違うって。つかお前らこそ、何こんなとこでフラフラしてんだよ。俺たちはお仕事ですよ。ライムの連中、最近はしゃぐから。それにしても、相変わらずお前ら似たような格好してんな。双子見て。双子じゃありませんか。青葉さんはお仕事の方は順調ですか？ああ、
アイスクリーム屋さんだっけ？ペンギンのエプロンの。あれは1日でクビになったんだっけ？1日じゃない、3日。今はジャンクショップの店員やってるよ。あー、なんだっけ、平等？平凡。もう結構長く続いてるし。青葉さんに平凡なんてネーミング合いませんけどね。ま、もし暴れたくなったらいつでも声をかけてください。うち割と羽振りいいのでおすすめですよ。気持ちだけ受け取っとく。青葉さんの戦ってる姿また見たいって今でもよく思うんですけどね。そうそう、俺たちファンだからな、青葉の。てめえら！アクシマ！ああ、うるさいのが来ちゃいましたね。てめえらこんなとこで騒いでんじゃねえ！全員まとめて逮捕だ！ここは退散ですね。青葉さんも早く。なあ、バイバイ青葉。待てこの野郎、逃げんなこら、クソが、逮捕じゃ。青葉、大丈夫か？ああ、ギリギリセーフ。危なかったけど。無事でよかった。本当にな。ただいま。いい加減にせえよ、このバカ孫。耐え。るさー。当たり前だよ、うるさく聞こえるように怒鳴ってんだから。なんだよ、何怒ってんだよ。そりゃあ怒るわ。鍵だよ、鍵。鍵？
仕事に行くときは玄関の鍵閉めてけって何度言ったらわかるんだい。あー、そっか、ごめん。ごめんじゃないよ。まったく、なんだってこんな記憶力の悪い子に育っちまったんだろうね。しょうがないだろ、忘れてたんだよ。どうせまた寝坊して飛び出してったんだろう。本当に23にもなってどうしようもない孫だね。悲しくって涙が出そうだよ。だからごめんって言ってんだろ。人間うっかりすることぐらい誰でもあるだろうが。お前はうっかりの世界選手権にでも出ようってのかい。これで何度目だよ。ね、あ、6回。本当にお前って子は。わかった、わかった。明日から気をつける。だからもう怒鳴るなよ。その言葉も何度目だろうね。お前がそんなんじゃこっちもオチオチしねやしないよ。ほら、とっとと入りな。さて、いただこうかね。いただきます。いただきます。わーちゃん、うまい。そうかい。いつものかい。食後に薬飲むのを忘れるんじゃないよ。うん。ごちそうさま。
アバ、今日メールからダウンロードしたデータだが、どうする？ダウンロード？そのデータはウイルスは入ってなかったのか？検出されていない。中身は？プレイヤーがキャラクターを操ることで移動、情報収集を行い、敵キャラクターと戦って経験値を取得し、レベルを上げるタイプのゲームだ。ああ、RPG ね。有料なのか？有料ではない。へえ。ってことは、悪ガキどものせいでうっかり購入したってわけじゃないのか。どっかのお試しアプリかな？不明だ。ま、変なのじゃないならやってもいいかもな。暇つぶしに。起動するか。頼む。了解。ずいぶんレトロな画面だな。あれ？続きもんなのかこれ。定期的に配信されてくるとか？そのようだ。なるほどね。まさしく暇つぶしにはもってこいって感じの短さだな。そろそろ寝る準備でもしますかねっと。青葉くん、ちょっと配達をお願いしたいんですけど。あ、手伝います。青葉くん、大丈夫ですか？すいません、ちょっと立ちくらみが。座っててください。こっちは大丈夫ですよ。よいしょ。どうしました、青葉くん？いえ、すげえなと思って。
いやいや、そんな。お掃除、お掃除。ああ、凡人くん、奥の方をお願いします。奥、奥。そうそう、それでですね、この品物の配達をお願いできますか。昨日の夜中にお客さんから注文が来てたんですけど、速達指定なんです。もうすぐ仕入れ先の業者さんが来るから、私は店を離れることができなくて、すみません。大丈夫ですよ、すぐ行ってきます。お願いします。この道入った方が早いんだっけ。ああよ、アーバー。よし。やだ、もうゴーテクさんから。でもそういうところも好き。お、青葉じゃねえか。おっす。元気か？ここにいる。おお、そうか。あら、こちら、宝石さんのお友達？ああ、幼馴染だ。あら、そうなの。この方が？なんだよ、どうしたお前。何が？具合悪そうじゃねえか。な、別になんともねえけど。そうか、ならいいけどよ。これから配達か？そう、誰かさんと違ってな。
よ。そうよ、今だってお仕事の途中で送ってくれてるだけなんだから。まあそう言うなよ。確かにこんなに可愛いお嬢さん方と一緒じゃ仕事も手につかねえからな。紅雀さんったら。スエゼン食わんは男の恥だよな。その通り、女はこの世の宝だ。柔らかいし優しいし、男を包み込んでくれる。だから大切にするのが男の義務ってもんだ。そうだろう？もう死んでもいい。それじゃ、俺そろそろ行くわ。あら？ちょっと待って。ねえってば。ここ。ほらやっぱりゴミがついてる。ああ、どうも。さすがだな、気の利く女は好きだぜ。あら、ん、あなたよく見たら髪が長いのね。あら、ほんと気づかなかったわ。なんかかわいい女の子みたい。ちょっと何なのあんた、失礼じゃない？悪い。女に手あげておいて悪いで済むと思ってんの？まあまあまあ、ちょっと待てって。俺が代わりに謝るから。ごめんな、この通り。でも実はこいつあんまり女と付き合ったことねえんだよ。だからお嬢さんたちみたいな可愛い子がそばに来るとどうしたらいいかわからなくなっちまうんだよな。ここは俺に免じて許しちゃくれないか。まあそういうことなら。そうよね。なんだよ、どうした？いい男だから見とれたか？言ってろカバ。ちょっと紅雀さんに向かってカバとは何よ。それじゃもう行くから。おう、気ぃつけてな。なんか急速に腹が減ってきた。
このまま放置すれば約1時間後に二酸化炭による胃痛が起きるだろう。何それ、俺の胃荒れてんの？昨日の食事が影響している。あとは睡眠不足の影響も多少ある。ああ、ヨシエさんの。ん？アーバ。え？なんだここ。ライムフィールドセッティング中。ライムってあのライムか。レン？アオバ、無事か？なんだよ、何がどうなってんだ？つか、なんでお前その姿なんだよ。ここではオールメイトはオンラインモードの状態で反映されるようだ。オンラインモードって基本的にライムで使うやつだろ。俺お前のその姿設定画面でしか見たことねえし。つか、さっきアナウンスでライムとか言ってたんだけど。そのようだな。ただ地図上の現在地はここへ来る前と同じだ。ライムフィールドセットアップ完了しました。フィールドを展開します。アーバ！なんだ今の。アーバ、ここはライムのパブリックフィールドだ。俺たちはライムに強制的に引きずり込まれたようだ。はあ？そんなことって。アーバ、何か来る。もう、ライムは始まってるってことかよ。この度は、この度は、お越しいただき、至極光栄。それでは、楽しいゲームを始めよう。アーバ、来るぞ。来るったって、どうすれば。
うわっ、ぶねえ、おい、ちょっと待てよ、俺ライムとか関係ねえし、やめろっつーの。ライム、スライム、は？セラマキアオバ、なんで俺の名前、つか、なんだよそのスライなんとかって。ライムなんてやったことねえよ。だからやったことねえって。ダメだ、話になんねえ。逃げるぞ。ねえ、どうにかなんねえのか、ここから抜ける方法とか。思考しているが、ログアウト自体が無効化されているようだ。マジ何なんだよライムって。うわっ、でアオバ、大丈夫か。結構本気で言ってんだけど。ライムでは実際の肉体にダメージを受けることはない。全て脳内の錯覚だ。それ以上の影響が出ないように制御されている。だが、このフィールドはダメージ値の制御が何らかの理由で外されているようだ。それって、つまり…こちらでダメージを受けると、肉体にも何らかの影響を及ぼす恐れがある。最悪じゃねえかや。逃げても無駄だよ。大丈夫か。レン、計セットだ。アオバ。いいから、早く。了解。ふざけてるな。オールメイトはアーマーなしで旧型、舐めてんのか。ツッピーとか言って完全にふざけてるね。さっさと潰すか。今の、アオバが俺に攻撃の指示を出した。攻撃？なんだそりゃ、そんなの知らねえぞ。でもさっきの、なんか口が勝手に動いたような感じで。アオバ、また来る。指示を。
指示って言ったって。でもやんねえとやばいんだよな。さっきみたいに。レン、了解。期待するだけ無駄だったな。行くぞ。撤収撤収じゃないよ、待って。敵の本体防御壁すごい勢いで回復。40 50 70 90。どういうことだ。どうなってる。アラート、アラート、危険、危険。破壊と死を。なっちゃった。つか、どうなったんだ。店の前。レン、レン、おい、アオバ、大丈夫か。特に大きな問題はない。本当にどっか壊れたとか。一部データが破損している。それって十分問題じゃねえか。家帰ったら見てやるからな。念のために頼む。いや、つか俺の脳内データも破損しているっぽいんだよな。ウサギ頭と戦ったのは覚えてるんだけど、結局どうなったんだっけか。俺のデータが破損しているのもそこから先だ。そっか。ちょい待った、思い出してみるから。ダメだ、
全然思い出せねえ。それは仕方がないことだ。そうか、なんで。一般男性の記憶容量を仮に100とすると、青葉の場合は今ここでそういう話かよって、あ、青葉、あれ、なんか目が回る。レン、お前いつから足8本。アーバ、少し待っていろ。何やってんだ俺。
自分起きろ、寝ぼすけ。はい、こら。で。起きろ、つってんだろ、こら。しばくぞ、ボケ。でーな。あれ、ベニ。あ、離せ、こら。客に対してどういう扱いだ。ってことは、紅爵来てるのか。当たり前だろうが、話せ。もうこんな時間か。お前がなかなか起きねえから俺が起こす雨になったんだぞ。上がってんのか。ああ、よう、おはようさん。はよ。その顔、今日も絶好調だな。おかげさまで。これ。起こしてやったってのにひどい扱いだな。食べんなよ、アーバー。文句はご主人様に言えよ。つか、そいつ使いっぱにするなよな。しょうがねえだろ。寝起きのお前めんどくせえし。んなことねえだろ。青葉、起きたんなら手伝いな。飯はもうできてるから、箸と茶だ。はいはい。いつ来ても変わらねえな、タエさん。あの元気な声を聞くと安心するぜ。毎日怒鳴られてみろよ。結構きついぜ。いただきます。うまい。やっぱりタイさんの料理は最高だな。いきなり押しかけてきて何言ってるんだい。俺はちゃんと言ってあったんだぜ。
青葉に。近々って言ってただろうが。そういうお前もグースかねっぱなしだったじゃないか。いくら呼んでもちっとも起きなかったよ。それはまあそうだったんだけど。でもこうやってちゃんと飯作ってくれるの本当ありがたいよな。勘違いすんな。消費期限が切れそうなやつがあったからちょうどよかっただけだよ。だからタエさん好きなんだよ。うるさいわ。今日は泊まってくのかい？そのつもりだけど。たく、お前はずうずうしいって言葉を知らんのか。ま、いつものことだしな。ただ俺は仕事あるから、朝はお前が寝てても叩き起こすよ。逆だろ。なかなか起きねえお前を俺がいつも優しく起こしてやってんじゃねえか。だよな。お前ら。コジャクは？2階へ行ったよ。お前の部屋にいるんだろ。そっか。あ、そうだばあちゃん。なんだ？この間さ、すげえ頭痛くなった時あって薬飲んだんだけど、効きが悪かったんだよね。全く聞かなかったのかい？そうじゃないんだけど、いつもみたいには聞かなかった感じ。そうかい。それじゃあ薬の配合を少し変えようかね。頼みます。って。頭の中で戦うっつったってなんだかんだで痛えんじゃねえかよ。
お、プロ上がったか。今にいると思ってた。ああ、ちょっとこれな。お前ここ好きだよな。そうか。そうかもな。なんにも見えねえのに。まあな。でも何も見えねえのがいいんじゃねえの？うん？そうなの？よくわかんねえけど。ほれ。お前また？ん？髪だよ。もう少しちゃんと拭けって言ってるだろうが。あ！ほんとお前の髪、仕事から気になってしょうがねえよ。やめれ。髪結構伸びたな。またちょこちょこ自分で切ってるのか？ああ、まあな。つか本職にあんま見られたくないんだけど、適当だから。いや、そう悪くはないぜ。ちゃんと整ってる。ほんと？ひゃー、光尺さんに褒められるなんて嬉しい。なんだその棒読み。お前のファンの真似。お前な。お前、せっかく綺麗な髪なんだから大事にしろよ。いつも思うけどさ、お前よくそういうこと平気で言えるよな。そういうとこはほんと昔から変わんねえな。本当に思ってるから言ってるだけだ。お前だって昔は俺が褒めるとはにかみながら喜んでくれたんだけどな。ガキの頃だろ、覚えてねえし。どうした？いや、ちょっと。ちょっとじゃねえよ。そういや、さっきもぐったりしてたよな。なあ。なんだよ、ずいぶんもったいぶるな。そんなんじゃねえけど。いや、今日さ、変な目にあって、そのなんつーの、ライムに巻き込まれたっつーか。ライムに巻き込まれた？それがいきなりでさ、配達中だったんだけど、気がついたらライムのフィールドにいたっていう。
夢の話じゃねえよな。違う。つうことは、って、そんなことあるもんなのか？俺もよくわかんなかったんだけど、お前んとこの縄張りの近くだよ。あの辺の細い路地。そんな話聞いたことねえけどな。他にもなんか変でさ、臼井がいなかったんだよな。そりゃ変だな。あいつがライムの開催してるようなもんだろ。変な装置もあいつと一緒に出てくるし。だよな。それで、そいつはお前もしかして辻斬りってやつじゃねえのか。辻斬り？俺もチームのやつらから聞いただけだし詳しくは知らねえんだが、薄いなしで一方的にライムを仕掛けてくるやつらがいるらしい。そいつらのライムはルールも制限もない状態だから、仕掛けられた相手は半殺しにされることもあるって話だ。じゃあ俺のもその辻斬りだってのか。可能性はあるだろうな。しかし気に食わねえな。何が？今回はなんとか逃げられたからよかったけどよ、もしまた仕掛けられたらと思うとな、すげえ危険じゃねえかそれって。でも俺ライムやったことねえのに、なんで誰かと間違えられたのか。誰かで構わずって可能性もあるかもな。それと誰かからものすげえ恨みを買ってるとか。ねえよ、お前じゃあるまいし。ひでえな。でも相手はお前の名前知ってたんだろ。まあそうなんだよな。うん。コウジャク？悪い、やっぱ今日は帰るわ。ちょっとやることを思い出した。おう、そっか。体、本当に大丈夫なんだな。なあ。なら信じるけどよ。何かあったらすぐ言えよ。わかってる。よし。んじゃあな、おやすみ。なあ。ライムか。なんとかセットなんだっけ。最新型のオールメイトか。アオバ。おはよう。おはよう。今からちょっと見るぞ。
ちょっと反射の反応速度が落ちてるかな。これでよしっと。どう？どっか具合悪いとこあるか？ん？少し違和感があるが、許容範囲内だ。そっか、チップ変えたばっかだしな。もし不具合が出たらすぐ言えよ。わかった。いつもありがとな。こちらこそ。これからもよろしく。こちらこそ。お前、いっつも返事それだよな。何かおかしいか？いや、全然。レンっぽくていいと思う。その発言に対しては礼を言うべきなんだろうか？そうだな、褒めてるから。ありがとう。こちらこそ。